そして、はいどうも、アバンティーズのソラチーと、ツリメとエイジとリコです。よろしくお願いします。やっぱ何回見てもあっちそっち慣れないね。慣れないですか。はい、今回は2本目の対決になります。はい、前回はね、もう悔しいんですけどアバンティーズさんたちの勝利だったんで。まだ引きずってるんですか。悔しい。ということで、今回はまあ、全力で伝えるゲーム、いわゆるね、ジェスチャーゲームを行います。まあ、今回は、ヨッチ、私、VS ソラチーさん、スリメさんで対決を行います。ルール説明といたしましては、お題を出してもらい、伝える側の人は味方の答える側にお題が何なのかを全力で体へね、声を出さずに伝えてもらって、で制限時間は1分間で多くのお題を答えた方が勝利となります。なるほど。ではちょっと最初にね、お題を10問以上書いてもらおうかなと思います。本当に意地悪な質問、質問というか、そのお題でもう遠慮なくかかってきてください。何でも大丈夫です。質問もできなそうだけど。やるのはヨッチなんでね。まあ、そうですね。そうですね。僕全力で伝えるんで大丈夫です。はい、じゃあそれではシンキングタイム。いいよ、これ。悪い顔してますね。終わりました。ボンボンチーム終了です。 OK です。はい、ということで、こちらにこの丸型のね、これがあるんですけど、はい、こちらでね、判定をしていただきます。はい、それでは、私たちから始めるので、まずはアバンティーズ、はい、お題を出すのと判定をお願いいたします。はい、了解です。よーい、スタート。え、声出していいの？ゴリラ。おお。なんか下手宇宙人。あ、いいんじゃない私。まあ、え、バカ。これは難しいよ。待って、ローション相撲とか。ローション。あー、結構これ当たんないと思った。あ、ヒカキンさん。まずい、やばい。え、なに。よっしゃ。考える人。まあ、こう見えて僕たち小学校からの仲なんで何でも通じ合っちゃうんで。12年ぐらいの仲ですよね。俺こっち。俺休めな。こっちか。じゃあ何問正解したんでしたっけ。4問です。4問5つ当てれば俺らの勝ちですもん。そうです。余裕じゃない。余裕だよ。はい、それではアマンディさんたちの、ジェスチャーゲーム、よーい、スタート。鉄塔。違う。東京タワー。スカイツリー。は？と、ロケット。東京タワー。あ、マトリックス。違うよ。あの、なんだっけ、これ自体が出てくる。パス。パスありなの。勉強、受験。カンニング。十分言いましたよ。負ける。
3問でございます。イエーイ。難しいっすよ。レインボーブリッジ無理ですよこれ。うわ、でもレインボーブリッジした時に鶴見さん小声でレインボーブリッジこれやったんですよ。まあでも3対4ということでボンボンチームの勝利でーす。わーい、やったよかった。はい、ということで現在ボンボンチーム、アバンティーズチーム1対1という結果になりました。並びましたね。ようやく追いつけた。はい、まあ、これはね、いい勝負になったんですけど、続いて3本勝負ということでラストここで決まりますが、こちらはね、次回の動画にいたします。おっ、はい、今回はここまでとなります。皆さんね、この動画が面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、それではまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。普通に悔しい。